回は日本一の温泉地別府に来ました。源泉数と湧出量が日本一の別府では、町のあちこちに湯煙が立ち上り、情緒豊かな風情がお出迎えしてくれます。普通の街中にこんなに湯気が上がってるなんて不思議な光景だよね。そんな別府で一番人気の観光といえば別府地獄巡りです。別府にある7つの地獄を巡っていくものです。そもそもなぜ地獄と言われるようになったかというと、今から1000年以上前、別府温泉の地は噴気、熱泥、熱湯などが一気に噴出したことで近寄ることができない嫌われた土地でした。当時の人々はこの土地を地獄と呼んでいたとされ、そのことが由来となり地獄温泉と呼ばれるようになりました。さて、最初の地獄、海地獄に到着しました。海地獄は国の名勝に指定されています。中は庭園のようになっています。奥に進んでいくと、もくもくと湯気を立てるコバルトブルーの温泉が現れてきました。確かになんかビーチっぽいね。あそこから噴出してんだ。まるで南東の海みたいな青さですが、お湯の温度はなんと98度。落ちたらまさに地獄です。あれ温泉卵が作ってるのかな、あれわかんないけど、こっちかな。海地獄に来た記念にスタンプを押します。いいね、じゃあ次の地獄に行きましょう。はい。2つ目の地獄は鬼石坊主地獄です。ここは泥の温泉です。灰色の熱泥がボコンボコンと湧き出す様子が坊主頭に似ており、鬼石という地名に由来して鬼石坊主地獄と名付けられました。面白い、この動きがずっと見ちゃいそうな感じ。頭の上に突き出してるのがこれは頭っていうのがぐっちゃぐちゃに、いろんなタイプの坊主があるね。やっぱ本当に自然できてるんだろうね、健康でやったらね、みんな同じように丸くなるもんね。結構激しい。激しいって雑な感じ。雑。湧いてるからさ、その分弾けてさ、またこっちに匂いがするじゃん。芸術的。ね、別府地獄。綺麗に押せました。本当書いた。そこへとこうだね。ちょっと弱かった。三つ目の地獄はかまど地獄です。かまど地獄では1丁目から6丁目まであり、特徴の違う様々な地獄を巡ることができます。3丁目には海地獄のようなコバルトブルーの地獄が現れます。4丁目では地面から噴き出してきた泥が作った熱泥地獄を見ることができます。通常は目に見えるか見えないくらいの蒸気ですが、煙を出して燃えるものを吹きかけると有機物に反応して蒸気がはっきり白く見えます。5丁目には年に数回突然池の色が変わる不思議な地獄が現れます。ブルーやグリーンなどの色が濃くなったり薄くなったりします。原因は分かりませんが、これも自然の力です。6丁目では赤褐色の地獄を見物できます。地中に含まれている鉄分が何らかの原因で溶け出して変化しているようです。地獄以外に温泉の効能を実感できる極楽のコーナーもあり、温泉水を飲んだり蒸気を浴びたりすることができます。
ここでは蒸気で肌と喉を潤すことができます。100度って書いてある。熱い、めっちゃ顔の中汗かいた。一瞬で汗かいた。どの温泉水？80度だって。コップ110円で買ってくださいだって。卵の茹で汁みたいな感じする。前さ、伊香保温泉で飲んでた。あの時よりも全然鉄の、ね、感動しない。なんかやっぱあの温泉によって全然質とか味とかが違うの、うん、これはそんなに癖がない。鬼、うんうん、いいね。4つ目の地獄は鬼山地獄です。ここまたすごい。99度。わー、高い温度が。ここは普通の地獄か。ね、普通の地獄って言ってる。地獄見すぎてない。ね、この鬼山地獄にはワニがいます。足元にワニがいた。ここでは約80頭ものワニが飼育されているため、別名ワニ地獄と呼ばれています。もともと熱帯地域に生息するワニ、温泉熱を利用することで熱帯地域の気候を再現し、ワニが暮らしやすい環境を整えているのだそうです。なんでこんなじっとしてんだろう。動かないよね。動いたらそれはそれで怖いけど。あ、動いてる動いてる。あ、本当だ。思った以上でかかった。多分人間の身長よりでかい。急に動くから怖いよ。急に動くと当たり前なんで他のワニをさ押しのけて。本当だ。普通に押しつぶしてる。ガバってきそうで怖い。ね、おお。こんなにたくさんのワニ見たの初めて。まさにこう地獄っていう名前が似合う場所だねここは。ワニの本物の卵。温泉卵。美味しそう。5つ目の地獄は白池地獄です。白池地獄はほんのりと青さをたたえる乳白色の源泉が美しい地獄です。湧き出した時は無色透明のお湯が池に落ちると乳白色になり、周囲の緑と調和して癒しの光景を生み出しています。ここ白池地獄では温泉の熱を利用した熱帯魚館があります。アマゾンの大王魚ヒラルクやインドネシアのアロワナなど熱帯に生息する淡水魚が見られます。世界うまいじゃん。あ、本当だ。美味しいの。美味しいの。ヒラルクの剥製。硬いよね。6つ目の地獄は血の池地獄です。なんだか名前が恐ろしいですね。進んでいくと真っ赤な温泉が現れました。おどろおどろしい赤い池は圧巻で、血の池地獄という名にふさわしい光景です。思った血の色じゃなくて安心した。なんかもっとドス黒い。あー、本当に血みたいな、うん、ちょっと綺麗な、うっすら赤みたいな、うん、血の池の近くにある売店へ立ち寄ります。血の池なんか、源泉の水を飲めると、ね、まあ、入浴剤切るとかどうなんじゃない、間違えて飲んじゃない。
の池だから赤。別府地獄巡り、最後の地獄は竜巻地獄です。竜巻地獄は一定の間隔で湧き出す間欠泉で、約30分から40分間隔で噴き出します。これからだね。ちょうど終わっちゃった。ちょっと終わっちゃった。次に湧き出すまで待ちましょう。せっかくなので向かいにあった売店で生かぼすジュースとジェラートを買って待ちます。だんだんと湯気が立ってきました。のんびり待っているとすごい勢いで温泉が吹き上げてきました。吹き出す熱水の温度は105度で、巡ってきた地獄の中でも源泉温度が一番高いのがこの竜巻地獄です。岩で屋根が作られているのですが、これがなければ30メートルほど吹き上げるのだそうです。ということで別府地獄巡りコンプリートしました。今回は全て回りましたが、気になった地獄だけ回ることもできるので、ぜひこの動画を参考に気になった地獄へ行ってみてくださいね。今日は地獄巡りのすぐ近くのこちらの宿で一泊します。こっちがリビング、こっちがベッドルーム。窓からは別府の温泉街を一望できます。洗面所です。スキンケア類とアメニティ。こっちが半露天風呂です。青みがかった白色の温泉の色してます。こっちが内風呂。では今から晩ご飯を食べに行ってきます。朝食は見た目も楽しい3段の木箱に入った遊び心のあるお弁当スタイル。旅の最後は砂湯に入ります。砂湯は温泉に浸した温かい砂に包まれる変化球温泉です。砂湯上がりのサイダーも最高です。いかがでしたか。今回は日本一の温泉地別府を満喫しました。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。それでは今日の動画は以上です。バイバイ。